友達テレビをご覧の皆様こ私がちょっとあの負傷しばらく不,不詳入院しておりましてね、えー、連続的にお送りする予定だったのが少し間延びをいたしましたが、えー、今日から再びですね「歴史を語るシリーズ」をですね、えー、始めたいと思います。えー、あの解説していただくのはですね神野先生でどうぞよろしくお願いいたします。 えっとあの日露戦争から入りましてまずまあ日本としては近代史を勉強するには一番日露戦争がよかろうと、まあ、いうことで日露戦争で非常に大きなことはですねもちろん歴史的にはアジアの小国である日本が世界の大国であるロシアと戦って、まあ、かなりの勝利を収めたと。 まあいうこことがが驚驚ききででありますすの驚きの中にですね細かくやりますと必然性もあるしそれからこれはまあ運命じゃないかとか神様がやったんじゃないかというような奇跡的なことも織り交ざってると、まあ、いうことがですね日露戦争の非常に面白いところでありますが、えー、今日はですね、えー、陸戦がほとんど終わりましてまず要栖工のえっ、ー、とあれですね朝鮮の 北の端の川ですね欧力港の戦いがありそれから旅順の戦いがありですねそれから大きな蜂典の戦いがあって大体蹴りがついたところの最後にですねはる、えー、かヨーロッパのバルト海からバルチック艦隊が、えー、希望砲を回って回遊してきてここで日本,れ日本の連合艦隊と激突するという日本海海戦、まあ、ここにですねある意味では海戦だけではありますけど この日露戦争を凝縮したようなですね、まあ、戦争であったと戦いであったと、まあ、いうことが言えるのでそれを神野先生にまずは解説をしていただきたいというふうに思います。時は明治38年1905年の対馬海峡の海戦であった対馬海峡のちょっと北ですけどねあ当時はもう石炭をたたきますからね今の船と違ってもこのくらいの煙が黙々と上がるわけですね。 もちろん飛行機もないしもちろん人工衛星なしですから、えー、艦隊こんな大きな艦隊を発見するにもですね広い海上に何隻かの偵察船を置いといて偵察船が必死になってこう観測してやっと見えると、まあ、霧でも来たらもうそれだけで見えなくなると、まあ、そういう状態であるということをちょっと頭に入れてですね先生のお話をお,お聞きしたいと思いますじゃあよろししくお願いいたします。 もう前回まではね、はい、えもう海に陸に連戦連勝をしたあ日本であってもう宝典で勝ったとは言いながら、うん、もうこの時点でもう当初開戦前からの日本の戦略としてはもう日本とロシアでは国力が全然違うので、うん もう出し惜しみせずもう日本の軍事力を短期間のうちに一気に吐き出して連戦連勝しておいて相手にやる気をなくさせてはいここでやめましょうっていうね、はいはい、もう長期戦になったら100.0%勝ち目がないのでうで僕方展で本当は終わらせたかったんだけど依然としてニクライ2世はねもうやめる気なしと、えー、そうまだバルチックがあると、うん、あれをウラジオに入港させたらもう逆転勝ちだと。はい いうのでもうすでにねバルチック艦隊はもう希望砲周りでずっとね地中海で通ったのもあるんですけど行ってたんですがもうね日本としてはもうこいつでバルチック艦隊を倒しして終わりにしたいでもバルチック艦隊がの目的はもうウラジオ入港なので、はい、このウラジオに入港するのに行くルートがね、はい、ちょっと出してくれれば、ね、次ですね このルートが一番近いのは対馬を通るルートなんだけどそれはロシア艦隊も分かってる百も承知というわけでバルチ艦隊は戦って日本艦隊を撃滅するのが目的ではなくてこのウラジオに入港することが目的なので戦いたくないだからこちらで津軽や宗谷海峡を渡る可能性もあるというわけでこの3つのルートのどれだっていうのは。 もう、ね、ニコライ二世本人がもうね、えー、艦長に「お前が決めると「うん、俺が命令すると情報が漏れる可能性があるからるう、ね、もうここでお前が決めろ」って言ってるのでもうね、えー、誰も知らない、えー、そこで東郷平八郎は艦隊を日本連合艦隊を3セット持ってきゃよかったんだけど、えー、もう日本艦隊が全部ひっくるめてもバルチ艦隊よりも少ないぐらいなので。いうわけでもう山を張ってもうて。 津島だとと、はい、もう津島に違いないなつまりもしこれ当てが外れてバルチック艦隊がツ軽ルを通られると、えー、もう悠々で、えー、100%の艦隊がウラジオに入港したら、えー、もうこの時点でこれまで日本人が行ってきたすべての犠牲すべての努力は全部パーというねロシアはこ,ここの陸にいてシベリア鉄道では来るけどずっと陸だけど何しろ日本,日本兵は全部ここにいますからね。 ここでどうしても補給だから海を抑えられたらもう日本は補給できないしその頃あの朝鮮はもともとちょっと反日的でしたからねだから今みたいな状態でしたから、うん、もう朝鮮を補給基地にすることはできない。ということはもう日本兵は向こうに取り残されて全滅っていうような状態になりますんでそ,<う>それでもうどうしたって正解権は取っとかなきゃね いうことですからねそうだからこそニコライ2世もねここでウラジオに入港すればもう逆転勝ちだ、うん、なんてことはないっていうねさあそこでね、えー、このねリバウ港からあ出港したわけですが、はい、もうね日本も,もうピリ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 していてもうね、えー、秋山真之なんかもちょっとノイローゼ気味になるん、ね、でね、えー、なっちゃったんだけど <laughs> ロシアも実はかなりピリピリしていて,いて。うん ここでね、えー、ドッガーバンク事件って起こしてます。うん、これは当時ね、えー、この北海にいたイギリスの漁船をバルチ艦隊が、日本の連合艦隊だと勘違いして砲撃しちゃったんですよね。そんなとこにいるわけじない、ね、ここでやったんですからね。<う>しかもイギリスの漁船ね。そうなんですよ。こんなとこに日本の連合艦隊がいるわけがないのにまあ。 それほどもうロシア艦隊もピリピリしていたということを表す事件でこれでイギリスぶち切れてもう一時はね開戦するかというぐらいのところまで行ったんだけど開戦まではしなかったもののイギリスはこれでもう絶対にバルチ艦隊には協力しないということになっちゃったのでそこでえここからねちょっとかけませんがアフリカ大陸ぐーっと回ってスイスなんかとても通らないと。 スウェズも通ったのもあるんですよねあ、っあ一部通ったんですかあ、あの日英同盟の影響もありますよねありますあります、えー、だからあのこの港はあほとんどイギリスが抑えているので<う>本来であればバルチ艦隊は港によって英気を養い<う>、えー、無煙炭というね有料な石炭を補給してで、えー、ストレスを解消させなければいけないのにああ水平さんに、ね、<う>これを全然できなかったのでもうね 当時ね、えー、ロシアの水兵さんがもう次から次へともう発狂してしまって海に飛び込んでしまう、うん、海に飛び込んだら死んじゃうのでう本来は船を止めて、えー、取り上げなきゃだめなんですけど、うん、もうね、えー、死にたいものは好きなようにさせろと言って、うん、もう止めてられないので、うん、もう全速全身という状態でいきますね。で 実は5月9日、はい、カムラン湾に、えー、到着したという情報が日本にあります、えーえー、ここから計算すると、うん、もうね、えー、23日にはね、えー、日本のこの対馬の日程通るはずだという計算なんだけど23日になっても来ない,来ない24日かなと思ったら24日も来ない。うんうん 25日ななっても来ない、うん、ここでもう当時の日本はもうパニック状態そうですね対馬じゃないのかあ、その頃のだから秋山あそのね参謀なんかはあもう気が苦いそうになそうなんですよねだからあの戦後もちょっと言動がおかしくなっちゃうんですよね <laughs> <laughs> それぐらいストレスでどっちだとううもう当時の日本人ももう固唾を飲んで見守っていまして<う>だからなんか当時ね え、なんか、あの、皇后様の枕元に武士が立って。はい、なるほど。こたびの海戦、大勝利、心配に及ばずというね、言ったという噂が流れたんですね。本当、その武士、誰<あ>?。誰、その武士ってなって、ああそれが、あ、あの。 誰だったっけ出所なん坂本龍馬。坂本龍馬だという噂が流れて、実はその頃まで坂本龍馬なんて有名人じゃなかったのに、これでもう知らない人がいないという状態になったと言われているぐらい。それは柴良太郎が作った話じゃなくて、当時当時の噂ですかね。噂が流れたんですね、もう出所不明の。というわけで、まあそれぐらい日本人もやきもきしていたという状態ですね。よくあの軍艦の機構ていうのはですね、もうどの歴史でも問題になるんですよ。 で我々船にあんまり乗ってないとね軍艦で寄港しなかった別にいいじゃないかなんで寄港しなきゃいけないのそこに女性がいるから寄港しなきゃいけないのそう思うんだけどすごいストレスがねかかるんですよ。それでもうイギリスがずっとアフリカ沿岸からずっと意地悪して寄港できないもんだからだん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 ,だん,だん、あのー、水兵がおかしくなっちゃってそれでそれもあって最短コースを取ったという説もありますうよね。 絶対もうこんなとこ回ってられないっていうのがありました。もうになんか天空の城ラピュタというアニメがありまして、ああその中でねヒロインがね、うん、人は土から離れては生きていられないんだよっていうね、えー、シーンがあってね。まあそれ聞きながらねああバルチック艦隊もそうだよなと思いながら、うん。うう土から離れては生きていられない,んだよいなああ。そうでそういう点ではこのね北海の漁船事件もそうだし、あの日英同盟もそうだし。 ああいろんな意味でバルチック艦隊がお迎え撃つには日本は有利だったんですね。そうなんですよね。で、ええー、実は、うん、ああ二十六日になっても来ない、来ない。もういよいよおかしいと、うんうん、もう絶対ついてるんだと思ったら、うん、その日前の日二十五日に。うんはい 実は石炭運搬船を切り離したという情報がありります石炭運搬船を切り離したということは津軽じゃない、えーえー、おここ絶対石炭を補給しなければいけない、はい、というああでね、えー、じゃあ,あ,津,島あ津島だ間違いないってなったんだけどひょっとしたらこれねあのフェイクかもしれん。 ああ、切り離したよって,ってフェイクを流して。はい、流してああ、じゃあ、津島だともう一てこっち行ってるかもしれない。そうそうそう。それが証拠に来ないじゃん。ね、うんうん、えー、いうので、実はやっぱりね、うん、えー、判断しきれないと。いや、あの頃なんか。電報をね。東郷平八郎だったか、秋山だったか、知らないけど。大本営かなんかに、うつ、ってますよね。どっちか。そう、どっちだって、ね。あそこはもう、大本営と。軍令部かな、あの頃。とにかくもう、司令部と。 の意見が人が違うから「お前対馬なんか来ないのに何で向こうに行かないんだ」っつって怒ったりしてるのも言ってんねあの頃。そうなんですよね<ー>もう日本中がどっちだどっちだって揉めてたんですけど <laughs> そこでね東郷も <laughs> ついに覚悟を決めて、うん、この26日ね翌日27日の勝負まで待とうと。 27日の正午まで待ってこなかったらもう絶対こっち回ってるのでじゃあ津軽に行く、うん、でもね27日の正午まで待ったら間に合わない可能性する、ね、あったんでねでもやっぱり東郷は絶対対島馬だと、うん、踏んでたので、うん、じゃあ27日の正午ままでとお聞きますそしたら日が明けて27日の未明,未明に、ねね、ここであのお日本の作敵中の信濃丸がバルチック艦隊を発見します。そう これがね、また天遊と言ってもいいんだろうけど、うん、当時はレーダーがないので、うん、夜、夜だからね。2時45分、2時ごろと言ったら、もうね、漆黒の闇なんで、うん、目を開けていても、うん、もう1メートル先も見えないという状態の中で、作敵なんかしようがない、当然、ロシアも見つかっちゃだめだと思ってるので、もうね、あの、0日完成をかけて、火をつけるなって言って、全、うん、艦にて火をつけさせなかった。うんうんうん ところがじゃあなんでシナノワルはね見つけることができたとか言ったら最後尾の船が火をつけてたんです、ね、病院船でしょ病院船だったんですよね病院船が火をつけたのでその瞬間に見張りが見たんだねそうなんですよね、このな、うん、ぜ病院船がつけていたのかっていうのもねまあ、うん、いろんな情報があってよくわからないんですけど、うんうん、当時はね海戦となっても病院船を砲撃してはいけないという国際規定があったのであなるほど だからそれでちょっと油断したから、そうそう。だから病院船のね、あの艦長もうちは大丈夫だからっていうので火をつけてしまったっていうね、<laughs> ああ説もある。説もある。まああのー、あの当時の艦隊っていうのは縦に一列だから、そうです。遅い船がいると、18ノット出せても大体、うん、大半が18ノット出せても1、ひ一個が15ノットだとあのレスは15ノットになっちゃうん,そうなんですね。うん ということで、うん、もうそのね、あの命令ねがん系統がしっかりしてなかったという説もあるんですけど、そうですね。僕は今の話知らなかったから、うん、あの病院船の管長がアホだったのかなと思ったり、<laughs> それから誰かが手術しなかなくて急いで電気をつけたのかなとか思ってたんですけど。あのそういう説もあるんです、ね。あ、説もありますか。もうでもね、あの管長自らねいいって言ってたという説もあってね、まあ、実はねみんな責任逃れをするのでるよくわからないんですよね。わからない。そのその 病院船自身は戦争が始まったら一応退避してるんですかね。あ、そうですね。激震されてないんですね。そうですね。もちろん病院船だから、うん。そうです。ああ、またここでね、シナノマルが鉄管ミュウとね、行、うん、ったのがこの海図においてね、二マル三地点なんですよね。ねなるほど。また陸軍では二百三高地がね、激、えー、戦区になりますけど、なるほど。この海軍でも二マル三ってどういう偶然なんですね。るほど。 あの信濃丸は確かその病院船の光を見つけた後確認するためにロシア艦隊に近づいてそうですね近づいて信濃丸は発見されたんでしたかねか発見されてますねはいはいね。うん、なんかそういう感じもしますよね。うん、だけどまあもう電報は打てるからつつかかでそれであのー、我あのなんか「うん、ロシア艦隊を発見せり」という有名なね電報を打つとだからね。ね、うん もしここで、えー、ちゃんとお投下関制を敷いていて見つけていなかったら、うん、実際に、えー、このバルチック艦隊が対馬を通ったのはね14時なんですよなるほどもう昼越えてるんですよなるほどだからあ12時にはもうこっちに向かっちゃってるのでなるほど無傷で通過したはずなんですよだからのあ,<ー>あの、ね、病院船がぽっと火をつけてしまった<ー>もうこれはもう日本にとっては転用以外何もでもないっていうね,そ,うねそれであの電報を受けてすぐ連合艦隊出撃しましたもんね まだ6時頃か8時頃かに出撃してますよね嵐に。でもねここでやってきてもうダルチ艦隊もねさあもう日本にバレてるって分かってるのでどうしようっていう気持ちもあるわけですよほんとねこの対馬が当時ちょうどその頃ね濃霧が発生しててああそうでしたね。 ノームの場合はロシアに有利なんですよね。ああもう当時はレーダーがないので、霧が発生してしまうともう目の前をね、うん、え艦隊が通ってもうわか,かりません。というので、このノームを見たあバルチ艦隊がもうね、うん、よしここを通ろうと。うん、もう最終決断。うん、もしここで、えー、晴天だったりしたら、あやっぱ無理だとということで、えー、対馬に回った可能性する,ある。ああを目指しましたよ。そのノームがね、うん、それからなんか数時間で。 晴れちゃうんですよねそうでもね <laughs> そうなんでだから <laughs> ノームだからというわけで近づいたんだけど<ー>近づいてさあもうギリギリのところまで来たらもう快晴になってほしいの<う>日本軍としてはね<ー>そしたらさああ,あでねしかもね近づいた時は、うん、日本にとって一番いいのは薄い霧なんですよねーはーはーこのねあの快晴だと日本艦隊がね待ち伏せとか向こうからも見えるのでそしたらあダメだと思って引いてしまう 隠れてる日本が見えない程度には薄い霧で姿をさらしているロシア艦隊がこ,こちらから見えるという薄い霧が日本にとって最高だったんですけど,なるほど薄い霧になのほんで、えー、おらんなと思いながら近づいてさあ勝負だとなったらもうね快晴がいいって、うん、たらああ快晴した途端にブワッと霧が晴れるっていうね、うん、もうまさに文字通り天が味方する天遊っていうね、うん、王緑光の時も一緒ですね 黒木軍のとかの時にちょうどなんか渡ってる最中で機関銃で撃たれそうな時は霧があって渡り終わってから晴れたんですかね雨もね雨降ってほしくないなって時は降らない <laughs> <う>降ってもいいやと思ったら降るっていうね宝 <laughs> 天改正もそうでした宝 <laughs> 天始まって以来有史以来の大砂陣、ね、大砂人がねもうま文字通り天が見方している天有って言葉がぴったりって感じ<ー>がしますけど そこでえついに、えー、鉄艦ミュートの警報に接し連合艦隊はタズジン主導これを撃滅せんとす本日天気正朗なれども波高しとね電報しますよねあの天気正朗なれども波高しって超有名な 国は後で作ったというか、ね、そ,その時に秋山が、うん、あつけたっていうんですよね、うん、だから最初から決められていたのは「あ激滅戦」と「すッ」ってなかったんですけどああなるほどだからね頭はいいんですけどちょっと線が細いととちょっとねあの問題もあるっていうのがあるんですが <laughs>、まあ、それは後に置いといてだけど東郷元帥元帥が後の元帥です、ね、連合艦隊司令長官はまあ豪傑肌で変、うん、えないぞと。うん ちょっとアホでもアホかも知らないぐらい,、えー、なんていうか強引だっていうかそれから秋山がものすごい頭切れてピリピリしててまあいいコンビだったのかな、ね、そうですねコンビとしてはね,ね夫婦みたいなそうそうそういう感じですねだからこれねその時に秋山がパッとつけたもんなのでいま、うん、だにこの「うん、波高氏の意味がわからないんですよ、ね、ああなるほどいろんな説があるだけでああそうかそうか うん、そうそう波高いというのは砲撃ができないんだったかなんかそうそうそういう説もあるんですよ。ねこう波が高いということは船が揺れるので、うん、あのロシアの弾は当たらないと、うん、でも日本は散々訓練してるので日本を当てる自信があるとだから勝つっていう意味もあるし、うん、あの当時ねあの 秋山雪は7段構え絶対逃さない,はい、はい、ここで撃滅するはい、はい、ただ勝ちはいいんじゃない、はい、撃滅しなければいけないと、はいけここととにかくラジオストックに逃げ込む戦艦というか、あのーね、ああワーシップをとにかく少なくするということですから、ね、そうそうたとえ大勝利した大勝利したといっても半分がここに逃げ込まれたらアうトなので 撃滅しななけければいいでもう7段構えの戦法といってこれがダメならこれこれがダメならこれこれがこれだま7段構えたって言うんですがこの波が高いと第1段と第2段ができないっていう意味だという説もあるんですよだからきます僕もなんかあのその極のんか解釈を一回読んだことあるんだけどなかなかこれ難しかったんだなあれをどのぐらい深読みするかっていう問題ですよね言ってみればね。 結局、秋山、意味何ってこと言わなかった、教えてよっていう、では次、さて、いよいよ開戦十14時ですねそうですね、で、から始まり、これが大体14時頃から始まって、そして、この朝日ね、鉄ミュートの警報に接ね、これが行われまして、13時39分に鉄管を目視します。 そそれでで上げるそうで、えー、やがて、えー、Z 機、えー、広告の後輩この一戦にあり閣員、えー「閣員一層奮闘努力せよ」という、ねえー、有名な Z 機をね掲げるんですが、うん、ここで14時5分、うん、運命の統合を始めるこれはね、えー、いわゆる「定時戦法に持っていくため」ということでどこの本にいても定「定時戦法定時戦法」って書いてあるんですが。うん これ、ねまあ後からご説明いたしますように厳密には定時戦法ではない,ない本当にね字で言うならばねカタガナのイといいう字に近いんですねだから定時戦法はあの後悔改戦で失敗してるので一応失敗になってますよねあれなので、えー、秋山もね工夫に凝らせて、えー、改良改良定時戦法っていう感じでやってるだからもしあの後悔改戦でなまじ勝ってたら まあ定時戦法完璧だということで今回も定時戦法をやるに決まってるんでそしたら日本滅亡ですつまりあそこで負けたことが日本の国軍を助けたっていうねだからあれが負けたこと自体が天佑だっていうねこれねこの時点で統合ターンするってことは敵艦はここら辺にいなきゃそうなんですようんここにいったったらもう間に合わないですよねそう間に合いませんだからまだこっちの方にいますここ辺ですよねここ辺で この三笠がこう先頭でこうターンするからそれでここら辺から三笠に向かって打ったっていうそうですねだからこれターンが始まったのが5分、うん、砲撃始まったのが8分ですからああなるほど、うん、ターンを見てすぐ砲撃開始したわけですね,ですねちょっと離れてたのがこれまで離れてたの8000ぐらいあったんでしょうまあでも当たってもいますけどというわけで、えー、もうね 鉄管を前にして解凍するというのはうこれは自殺行為なんで解凍中はね、えー、もう水兵さんがみんな解凍業務に入っちゃうので砲撃できないのででききなないいすよね、えー、だからああもうね、えー、しかもあのちょうど鉄管から見れば腹をさらしたような当てやすくなる。ね当てやすくなるんですかね船だからねこう曲がりますからね。 っ腹をっすからからねだからもうロジ,ェロジェステペンスキーもね「我勝てり統合を強制度、うん、旅の戦大勝利だと」と、うん、言って喜んで砲、うんえー、撃するんですが、うん、まず最初の頃はねまだ届かないギリギリ,ギリと、ね、途中で横っ腹にあてはあたあ当たり始めるんですが、うん、では次お願いします。 そこでね、ええー、こう並列するように行って、うん、ええ、こうね、上から覆いかぶさるようにしていくので、覆いかぶさる形が、まあ、カタカナのイの形の違はい,はい,はい,、はい。だこうグー。さっき言ったティになってないちょっと、ね。なってないんですね。うんうん、こうティになるとまたこうブレて見えちゃうので。はい 覆いかぶさるようにしていくいうわけでそうするとね覆いかぶさる形だと何か利点あるのと思うと命形になってるので日本は横っ腹で全艦を砲撃にかけるんですが後ろの方の弾がなかなか届かない前の方で集中砲火をかけるので機関スワールフはあっという間にね日本の砲弾雨あられのごとしというけどねこの横っ腹の砲弾が全部機関に集中するので。あっという間に そうだ不能に陥りますスワローが一番最初にやられますよねそうですもうこれを主張をかけますからねでは次お願いしますそこでわれそうだ不能と言いましていきますとこの時はねあの航海改正の時はシュノーブが証明しちゃったのでわれそうだ不能と言って帰還を第二番下に譲るという電報も送れなかったのでえらいことなりましたけど今度はアレキサンドロ三戦に 譲る,と,譲ると,というわけで二、えー、番隊に譲られるとアレクサンドルがなんと突然取りかじを取り上げますね。そうするとミカサね、えー、公開の二の舞には殺せ<う>と言って追<で>いいやここでまたワンドラもあるんだよね。そうです。ミカサは無効にしたけど 2> 第二艦隊かなんかの司令官がまっすぐでしたかね。 第二巻でこれですね。いやあの日本側のあ日本側ねそれは先の話です。先の話です。でねこちらねぐっと行くもんだから追いかけなくちゃ行くんだけどこれはあフェイクですっとまた反転するこれ全く公開回線の二の舞なのだからねあの柴田太郎がねあの遡の上の雲でこの あ秋山あ実行を主人公にして、えー、書いたせいだと思うんですけどもう秋山のことをもう絶賛する方がるん、ね、うもう頭がいい頭がいいそうそうもうねその志望枠が今年と、ねえー、言われてるんですけど私の評価はね<あ>結構低いんですよ。頭はいいけど、うんうん、のここ一番でしくじる人って、まあ、ちょこちょこいます,言いますねよね。 そういうタイプなんですよね頭がいい人はねとかくそうなりますそうですね愚鈍でね愚直にわーっていくと成功するんだけどで、そうそう周りからバカにされてるやつがもうね正しい判断的確な判断をするというね、いうことがよくあるよくある。知恵に阻まれて真実が見えなくなっちゃうっていうことがよくありますがありますありますだからねでもね人間である以上失敗はするでも優秀な人はね 同じ失敗は繰り返すない。ああ違う失敗はしてますね。ああ同じ失敗は繰り返すないと思ってるんですが、ああ私はね。ああ同じ失敗はやった。まあ、岩や穴やっちゃうんですよ。これ、えー、でもうまた回答するために時間かかるので、もうそ,うそ,うその隙突き抜けられちゃうので。抜けられちゃうからね。これで日本滅亡の状態になるんですが。えーえー、次お願いします。そこですね。僕はちょっとあの先端って言ったやつね。<笑><笑> 第二艦隊がそうこのね、えー、第二艦隊のお上村彦之丞がねああ上村三笠は間違ってると、うん、おあれはフェイクだと言って、うんえー、本来ね あの日本連合艦隊は常に機関前の船の後をついていかなければいけないというのがあったんだけどこの命令無そしたら案の定フェイクだったので、うん、ここでアレクサンドル3世も、うん、火だるまになって撃沈、うん、<鎮>もうこのことをねあの秋山は大喜びして、はあ、よく命令違反してくれたと、はあ、おもうね、えー、これは実はねあのちょっと話がそれそうなんですが。えー ナポレオンあのナポレオンが天下を取ることができたのは命令戦術がだったからです戦術に王妃2つあって命令戦術というのとあとね訓令戦術というのがあって命令戦術というのはトップの命令を下々の者がもう隅々まで命令を下すという組織これ命令戦術なんだけど。ここのの命令戦術いいとろは トップが優秀であれば、うん、その的確な判断と命令系統がしっかりしているのでもう巨大なあ軍隊がもう一つのね生き物にして動くという点においてすごく効果があるので優秀な人が立つと命令戦術がうまくいきやすいのでナポレオンもねそれで、えー、ヨーロッパを制覇したんだけどナポレオンが失態の理由のうちの一つが実は命令戦術です。うんあの ワーテル自分の部下の一番いい何とか将軍っていうのがねナポレオンが言われたんですがまさにそうなんですよ。ね、で、えー、このワーテルロンの時に <laughs> あのナポレオンがね、えー、ウェリントンと戦ってる、うん、その時に実はねあのグレーシー元帥というのをうーープロッシャー軍を抑えるために発見しといたんですが。 このグレーシーがねがこえてきますテルね当時の常識としてにけもうね三平戦術で軍隊がバラバラに散りばってる時にどっかから砲声が聞こえたらみんな集まれと集中砲火をかけろっていう常識があったんだけどグレーシーはねワーテルロからの砲声が聞こえてきていたのに行かなくていいんですかギウって言われても。 私はナポレオン閣下からプロッシア軍を、うん、抑えろと言われてるんだから、ね、これを守るっていうこの命令戦術でやっちゃったわけですね。で訓令戦術というのはあくまでトップの命令はするけれども、うん、これは命令ではなくて訓令でやって、うん、末端の軍隊はその場,その,場その状況に応じて自分で判断で動いてもよいとなるほどういう考えな,なるほど。 でえー、ナポレオンは命令戦術が徹底していたもんですから、うん、ああグレーシーはこの命令を牧師して、えー、だからナポレオンはこのワーテルローで、うん、グレーシーは何やってると、うん、ここでグレーシーが来たらこの戦勝ちだ、うん、何やってるんだこの法制が聞こえないわけがないっていう無事終思ってるんですけどおついに来ないところがグレーシーが来るであろう方向から黒だかりの軍隊が来る。うん、いや 時たかグレーシーと思ったらねグレーシーが抑えてるはずのプロシャー軍と、うん、何やってんだグレーシーは」っていうね、うん、でそのプロシャーは法制に思もいてるわけです、うん、もう目の前の軍隊を放置してでもいいと思んですね。えー、ということでこの命令戦術と訓令戦術があって、うん、まさに本来は命令戦術でついていかなければいけないんだけど、えー、その場の判断で、えー、この上村庄 のこれは上のの命令は間違ってるあのワーテルロの時にあの僕は昔解説読んだ時は、うん、グレイシーはナポレオンがあまりに偉大だったので将軍はそのあんまり偉大な司令官の下の将軍は自分で判断ができなくなってたんだっていう解説を読んだけどやっぱりまますすそれもあり実はね、うん、優秀なトップの下は,はい、はい、あ優秀な部、ね、下、はいまあ、が育たないんですよ。 と困ったことがあると、すぐ頼っちゃうから、助けて。そう、またナポレオンもね、よっしゃーって、粘ってくるんですよ、そうすると、育たない。部下というのは。失敗させて、勉強させなきゃダメなん。だから、上司はポンコツの方がいい。うん、そう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 。ある程度ね。そうそう、そうなんですよね。ポンコツすぎても困りますけどね。あんまりポンコツすぎても。そうなんですよ。だから、たとえ優秀だっても、お前に任すんだから、お前何とかしろ。っていうのが、本当はいいんだけど。ナポレオンはね、解決しちゃうので、育たない。だから。 ナポレオン軍隊で優秀な将軍はいたんですけど、うん、それはね最初から優秀だったやつですなるほどナポレオンが育てたんじゃないなるほどなるほど、うん、なるほどねということで、うんえー、ここで、えーね 決定的な<ー>判断ミスをこの人が救ってくれたなるほどもうこれもね、えー、凡庸な指揮官でやったらおかしいなと思いながらついてっちゃったでしょうけ、ん、どね,ねそしたらもうね日本はもう今頃ロシアの、うん、<ー>植民地のる地もう下手したらもう日本人という民族すれいない,いないかもしれないそうそう,そう,そうっていうね、えー、状態になのだからそういうことはねやっぱアジア的なのかなアジアの孫子もね生涯。 外にありては訓命を受けざることありっていうね言葉があってもうね戦況は刻一刻と変わるのであんなね会議室の中で決めたような言葉ね通用しなくなっちゃうっていうねことでこれも一つの転移だなとと思わされないだからこの日露戦争これでかなり体制は決まっちゃうわけでしょここでだから東郷司令官だけが有名だけど本当は上村 第二艦隊司司令令長官ももかったんそうなだからねもうね何だったらもう神村だけでもないもうね日本人が一致だ上から下まで右から下までねもう日露戦争に全集中してね全集中今流行りの言葉だったけどご存知そうですもうやったっていうのがねだからもうねロシアはその点ねそんなねマカーキーの V なんか一人でいるなと思って。 国運を上げてやってない、うん、緊張感がないこ、はい、こういういところがありますよそれでも実はあのちょっと話が飛んじゃうから、うんえー、日本海海戦をあんまりご存じない人は、えー、よくわからないと思いますがそれで結局その,その、ね、ロシア艦隊の前に日本艦隊が出てって塞ぐそのうち三笠も帰ってくるのかな ああ戦場にはねねねってきますよ第一艦隊もう、ね、砲弾をあのロシア艦隊の砲弾を横っ腹にめちゃくちゃ浴びててはい、はい、傾いてたっていう、ね、いてで,重みでマストもなんか倒れかかってた <laughs> あそれであの結局、まあ、それからですねこれはもう日本海海戦の勝利っていうのはもうあのれにあの世界の歴史上の重大な海戦トラフガールの戦いだとかいっぱいありますけどね。うん もうそれ断トツにすごい戦い戦で,そうです、ね、ほとんど、うん、ロ,シアロシア艦隊は、まあ、ちっちゃな船1隻か2隻ぐらいはウラジオストックに逃げ込んだけど、うん、ほとんど全滅したそうですねもうに逃げ込んだのも,もう満身創痍で、うん、もう戦えない状態でしたので,んでさっきの七段戦法っていうかもう最後は夜中になってもうなかなか大砲も撃てないとしかし水雷艇がね、うん、ちっちゃい水雷艇が出てってそれで燃えてる船に向かって。うん この水水あの雷撃するから、うん、それで沈没させていく、うん、であの時の戦場は第10戦場ぐらいか第11戦場かなんか戦場が10個ぐらいあって、うん、で次々ともう最初の1時間こう次の1時間こうってどん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 追い詰めていって最後はちっちゃな水雷艇がやいに紛れて近づいて雷撃しますからね <laughs> <laughs> あの砲弾もね結構威力がありますけどね 雷撃っていうのは火薬の量が多いからそ,、ね、あのそれで脇腹に行きますからね、うん、そこから浸水しますからね,そ,ねだからそれで次々と沈没して砲弾は生根玉をぶち当てるだけだけどそ<う>雷撃は爆破しますからねそしますから、うん、それで結局まああの,あのねバルチック艦隊はほとんど全滅ということで、うん、日本艦隊はもう本当にこうまに、あ、3隻か4隻ぐらいの船がやられたと。 いいうぐらいでね、うん、これほどすごい勝ちをしたっていうのはなかなか選手の中でも珍しいですねだからそのね、えー、バルチック艦隊の水兵が「はい、俺たちは一体何に向かってあれだけね、はいえー、雨やられると打ち込んだはずなのに日本艦隊はほとんど無傷に近い<う>俺たちはなんだ霞に向かって打っていたのか」って言われるぐらいねあこのの勝利の裏ににはまあ技術的に言えばですね。 伊集院新館と下瀬火薬っていうですね 2>,、えー、2つの,あの技術的進歩があります特に下瀬火薬はそれまでの火薬は克服火薬なんで一回バーンとこう大砲を打つと砲台の周りがもう煙が山ほどでねですね見えなくなっちゃうそれが全部沈んでからしか次の玉米できないけど下瀬火薬はやっぱりがが違うから煙の量がぐっと少ないそういうのをパッとね発明しちゃうのが日本人のもの<う>すごいところですねだけどね。 それはね、あのうんと明治19年だから確か18年か19年にですね大鳥圭介っていうのがいてですねそれがこういうふうに演説してるんですよ。えー、ヨーロッパ人とアジア人と比べたらアジア人の方がはるかに数が多いのに、うん、なぜヨーロッパ人の下で進軍しなきゃいけないのか、うん、これひとえにね学問とか技術の差である、うん、だから早く、うんえー、大学を作らんっていかん。 今の学士会館ででやったんですねそれに基づいて子を作ったのが東京大学でそこの工部学校要するに工学部ですねそれでその、まあ、下瀬さんとかそういうのがどんどん入っていってそれでこの下瀬科学もだからちょうどあれが明治18年今何年つったかなえっと18年か19年だと思うんですよちょっとねおぼろげなんだけどそれからちょうど15年ぐらい経って えー、日露戦争にになったわけで間に合ったたけで間合んすだ,、うん、だから本来ね大学というのはそのようにして新しいものを生み出す、えー、必死に考える、えー、国をねいい方に持っていくために作られたものなのにうもう今やねペーパーテストで、ね、丸暗記丸暗記したものをね<う>意味も分からず訳も分からずそんな埋めしてそれで満点取ったやつが東大に入る<う>だから新しいいものが生み出ななくなるっていう東、ね、大は早く潰せと僕言ってそれはねもう あやっぱり昔は国のためにやったから知恵も出たし、うん、そういうのが日本を救ったんだけど、うん、今自分の金のためですからね<ー>みんなお母さんが医者にしてなんか息子が金そう,、ね、そういうまあくだらない話になっちゃったんですね。うんうん、ということであ実はそのこの日本海海戦でロシア艦隊がもう全滅しちゃったんですよ、まあ、言ってみればもうあの。ウラジオストックの東洋艦隊もやられて 旅人艦隊もないとそれからあのバルチック艦隊もないという状態になってももううニコライももうしょうがねえとところがここでもちろんニコライの方からねすまんかったなとは絶対口がさけても言わないのでいい金子が戦前に派遣したねああアメリカのあ大統領ね<う>、えー、セオドア・ルーズベルトが、うん、そろそろこれぐらいにしたらとメンツも立つわけですよね。ちゃんと日本は戦前から終わらせることを考える。うん 終わらせることを最初から考えてから戦いに挑まないと、はい、あもう勝ちはないそう。だからあのまあ江戸時代もそうなんですけども明治の時代もまだこの時代はあのヨーロッパの文化にそれほど汚染されてないので日本人自身が頭で考えるというねまだこともできた。これがやっぱり日露戦争までの日本の勝利。それからその後ちょっと今日はそこまで発展しませんがあ満州国の建設とかそこらへに立ってくるとねだん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 。 どこで終わらせるのか考えてませんでしからねそ,うそ,うそれがダメ<う>今のウクライナもそうですよね <laughs> あのプーチンは最初はねあの私は開戦前はウクライナの東部ドネツクのあたりねちょこっと取って終わるのかなと思ってたら全面戦争やってますよね<う>お前これどうやって終わらせるつもりっていうねああ終わらせるプランあビジョンあるのっていうねああああ ビジョンがもしないんだったらもうね、えー、プーチンの敗北は決定的っていうね、うん。まあそういうことで日露戦争は、まあ、そこでロシアのニコライもまあしょうがないとアメリカの仲裁を入れて幕を引こうと、うん、まあいうことで陸軍も引き上げていく海軍はもうないという状態で、えーまあ、有名なポーツマス条約の方に向かっていくんですが、ま、これがね。まあちなみにこのね、あのー、戦後ねあのこのお佐藤哲太郎ってね。ね<ー>えー これも日本海海戦にも航海海戦にもいますけど梨柴、はいえー、時雄、はい、海軍長将の,、はい、あの逸話が、はいまあ、有名な話で、うん、実はね、えー、この梨柴時雄があこの佐藤哲太郎に対しまして正直わしはねこたびの戦勝てると思ってなかったあこのお我があ国はねこの戦争もうね連戦連勝海に陸に連戦連勝いまだに信じられる。うんえー 佐藤お前はね前線戦ってったから私より分かるだろうと、うん、なぜこの戦あ勝つことができたと思うそっちのね汚ない意見を聞きたいって言った有名な話があるんですね。うん、それに答えたあ佐藤哲太郎がね「うん、六部通り運でしょうな」っていう有名な言葉を。うんうんうん もう確かにねここまで見てきたようにもうこれを「天遊」と言わずして何を「天遊」というぐらい<ー>もうね、えー、日本にとって都合のいいこんなね歴史小説なんか書いたら誰も読んでくれないようなね、えー、幸運が続いたので「六分通り運でしょうな」って言った時にね、えー、梨場もね「なるほど確かにそっちの言う通りだと」と「日本は運が良かったそれはわしも分かっておる」と。 うん、支部がどうかということを知りたいと言ったらね佐藤がね「残りの支部も運です、うん、<laughs> それじゃ全部運ではないかというと <laughs> ちょっと待ってた佐藤とね <laughs> と言いますと「いえ違います」と。最初のの六部は天天かから授かった文字通り残りの支部は我々日本人がね 死,死ぬようなね染<う>み泥の努力を上から下まで磨いたりまでね、えー、努力をした結果あつかみくとった運ですと、うん、たとえ六部の天運があったとしても四部の地運がなければ我々はやはり勝てなかったでしょうと言ってね、うんえー、梨場は我がをえたりというな、ね、ずいたという有名な話がありまそうですね。ということで、うんえー、このね、えー どんなに運が良いと言っても、うん、努力あっての運だ、はい、努力がなければそれも全て、えー、水泡に来すよということをね、えー、教えてくれる逸話なんですが、うん、このことについて次お願いします、えー、実はね,、えー、ね<ー>そのおね<ー>連合艦隊の、ね、司令長官であった東郷平八郎とね、うん、その三謀ね、うんえー、秋山のお その後の話がありまして、はい、実はね東郷はね戦争が終わるとあくまでら連合艦隊なのでこの連合艦隊を解散すると解散する。その解散式のスピーチにおいて彼が言った有名な言葉がありますね、はい、その時にね連合艦隊はここに解散することになったしかし武力というのはこのね兵器のみではない これを心しなければいけない。えー、我々はね、えー、勝ったのは兵器だけではない。そのおそれを活用する、えー、無形の努力にある、えー、実力にある。えー、例えば先のお日本海海戦でもバルチカン隊がこっちに向かっている間、日本連合艦隊は砲撃の練習めちゃくちゃした。そこで百発百中ああの力があれば、その百発百中の一方は。 ね、100発一中の100歩に匹敵する、うん、向こうが100発1中しか力がなければ100発撃つのとこっちが1発撃つのと同じなので、うん、そのお、ねえー、目に見えない無形の努力実力これがあったから勝ったんであって、ねえー、交換ね、えー、神妙、ね、神様のおかげだっていうの風潮がもう当時からありますので、えー、いうのがあるけれどもおこういうね <laughs> 武力を勝敗をね、えー、刑事上に求めてはいかん、うん、つまり刑事上という言葉を使ってますけどね、まあ、ど神様に、えー、あ<ー>助けられたと思ってはいかんということで、えー、個人に曰く勝って兜の王を締めようと言ったではないかということで彼はね戦争が終わった後ね神様のおかげだとか天佑だとか,だだとかそういうことにす、ね、がってはいかん頼ってはいかんこれからもねたゆ、えー、みなき努力が必要なんだと言ってるんですね。 これに対してこの秋山実幸、ね、は戦後ちょっとまあね、うん、まあおかしくなったとも言われてるんですが <laughs> あもう宗教に飲み込んでしまって、ね、あまりにもね説明不可能な天佑があまりにも多すぎたので、えー、彼はもうこの国は神国であるともう神様のお守りがあるというわけで、えー、まあね宗教に飲み込んでしまいまして。えー、彼はね、えー、つまり 先ほど言った「六部の天運」と「四部の地運」という言葉がありましたけどこのね東郷平八郎はこの「四部の地運」を重視して秋山は六部の天運にすがってしまったというね、うん、この両者の大きな違いがありまして、うん、まあ私はね個人的にはねこちらの方がね優れていると。だから先ほど言った秋山は私の評価がいまいち低いっていうのはねそういうところにあります。 僕はあの、まあ、その科学者でも非常に奇妙な考えを持ってる人で、うん、えとまあそのなんですよ多細胞生物が5億5,000万年前にできた後ね、うん、一応多細胞生物でもね我々の,この腕のここと足の細胞は全く独立してて、うん、中枢神経でコントロールされてないのに、うん、ちゃんと足と手はシステム的に動くわけ でこの動く仕組みがまそれからイワシがイワシは見えないのに相手から相手の魚が来ると自分よりか大きいその魚よりか大きい形を作るんですよその作る時に不思議なことにねこっちのイワシはここにイワシがいるから頭のイワシ,イワシが見えないのにちゃんと戦うための形になる そういうの山あるんですよ<ー>で僕は今度「落語力」なんですよねうね、ん、ちょっとあれも本書いてたんですけどもその人間あ生物の間の集,集合体ですよ多細胞生物でも何百億とある細胞の間に必ず連絡がある、ね、それと同じように、えー、その群れ自身にも連絡がある連絡あるのは間違いない。例えばもな肉食動,動物でも 仲間がバタバタ餓死していく時でも仲間の肉は食べないんですよ。うん、仲間の肉ななんで食べないかと仲間の肉を食べるとあの狂牛病になるんですよあれ仲間の肉食べる。うん、ま人間だったら食うるって言うんですけどそのど類の肉を食うと死ぬっていうことをま知ってるわけですよね。うん、だからそういうその群れを形成する時の個体間の連絡っていうのは僕僕は必ずあると思うんです。アリとかねはあ、アリもそうです,アリ,うですアリもそうですね、うん、でそれは えまあ今先生の話をずっと日露戦争を聞いてましてね、うん、えその「天遊」というのはね、うん、そのさっき言ったようにまあ治癒っていうか要するに努力をするっていうことは個人が努力してるんじゃなくてねたまあその半分、まあ、半分かどうかわかんないけど半分ぐらいは個体間のの連絡のツールを作ってんじゃないかななかと思うんですよ、うん、つまりまあオリンピックなんかでもそうですけど団体競技っていうのは。 訓練を一緒ににやることによってまあ練習ですねあの時は練習をやることによって個体間の連絡が密になるだからほとんど見なくてもラグビーのボールを後ろにこう投げたりねできるっていうになるでまあ現在まあそういうその物理的現象がまだあの要するに発見されてないんですけどねま間もなく僕は発見されると思ううそうするとこういった歴史もねあのここはど,どっからどういう信号が来たんだと。 いいうこととにななるんじゃないかと思うもちろん信号ってだって電磁波じゃありませんからねですから今まで我々が知ってい,るいない連絡手段というものが存在するこれはそうすると、はい、この日露戦争に勝つことができたのも、はい、日本の落語力が優れていた日本全体の落語力もあるし、うん、それから僕はアジアアフリカの、えー、残虐な思いを200年ぐらいしてきた植民地の人たちとの,<う>の落語もあった。そ<う>それでそれでが まあやがて大東亜戦争でえまあ解消してそれで世界の独立国がなるというそう大きな流れをやっぱり人類全体が作ってると思ってるんですがこれはまだ今のところ非科学的なあんまり言うと宗教にななっっちちゃうから言わいいんでですけどねもょと面白そういう可能性をよく考えなきゃいけない特に歴史は大きな人類の,その落語の流れっていうのがあると思うんですね。 あのね、物理学でも、うん、ニュートン力学の頃は目に見えるものしか学問対象になってなかったけど<う>今最先端の量子力学だと<う>実はつながっているということが分かりつつありますからね。そうそうで,すですからそれはまあ我々はもうほんの事実の一部しか分かんないんで、まあ、歴史は今までこう文化系のものでしたからね、うん、ちょっとは理科系の力も入れていろいろその全体の動きというものをねあの解析する時代が来るんではないかとい。 ロシアは落合力を、ね、<う>え結集しきれなかったのだかねそう,そうですそれはね最近 DNA のね研究でもだんだん明らかになってるんですけど、えー、とアフリカから約まあちょ,っとちょっと時代はそれほど正確じゃありませんが約3 0や三百、うん、えー、と最初は200万年前かなに第1波がそのあユーラシア大陸に出て<う> 2> 第2波が40万年ぐらい前に出て。 第三波が10万年前に出てると3回しかし間が空いてるからあの男の持ってる Y 遺伝子の形がもう変わってるんですよ、うん、そのシツアフリカの遺伝子ってのはもう解明されたんですよ、うん、そして見るとねそのシツアフリカの3種類の遺伝子をそのまま引き継いでるのはね世界多くていうのは日本民族だけなんですあ、なんか日本人とチベット人とかね チベット人あ,、うん、あそこら辺に少しいるんです、うん、あのトルコ民族の一部とか、うん、それからあとラオスかなカンボジアかなんかあそこら辺にだけどわずかでね、うん、日本にまとまっているんですよ。うん、でこれはなぜかっていう研究が最近行われてるんだけど大量虐殺がなかった民族、うんうん、だから大量虐殺の時に男は全部殺されて女だけ残る。しかしかか女は y 電子持ってないから そこで記録が取られちゃったのね。で日本だけが全部三種類あるわけですよ。だから僕ね、今あの先生が言われたね、ロシア人が持ってないっていうのはね。虐殺なんかしてるからね。あの国民の中で。だからあの、そういうまとまった力っていうのは、歴史的に醸成されないんでしょうね。だ日本人みたいに長くね、もう三万年ぐらい。ずーっと一緒だから。で、一回もその大量虐殺してないので、その落語力がこう。 強いいいんじゃないかと思います、ね、でもさ、うん、そのジェノサイドの大量虐殺も落語の力が働いてるんじゃないですか、うんはい、大量虐殺っていうのはあそうそうその部族の、うん、その、えー、大量虐殺をした方の部族の落語力の働くわけですよね。うん、だからあれそうじゃないですか艦の,の一番最後に高官の一番最後に9割ぐらいなんか虐殺されて。 その後5個16国ですかねやっぱりそういったあのもうほとんど中元には肝心がいなくなっちゃってそれで国個個が流行るとそれで歴史がガラッと変わって多分落語力はやり直しになったんじゃないか <laughs> <laughs> 僕なんか思うんですが。<laughs> <laughs> まあ、ということであんまりあの雑談してますとねあの好きないものですから、えー、と <laughs> 一応日露戦争ここであの戦闘の部分は終わりまして。 え次回はですね、あの先生にポツモス条約からですね、いよいよ戦後処理それからもう一つは非常に大切なのはアジア人はこの日露戦争をどう見たかもしくはヨーロッパ人はどう見たかそして世界の歴史にどういう変化を及ぼしたかということをですね、えー、次に解説していただこうと思います。どううも今日はありがとございました。